知事の定例会見を始めます。では知事よろしくお願いします。はい、それでは定例会見を始めます。すべての都市計画の時はもう懇切丁寧に一軒一軒回って、こういう計画で新しい建物にしますとか道路ができますとかいうようなことをやる。あの虎ノ門ヒルズができましたけど、その時もまあ同じようなことをやって地元の皆さんにも大変ご協力をいただいた。で、国立競技場の建て替えということがありますから、あのもうすでに移転が決まった2年前に全居住者に説明を行っておりますし、まあ、それ以降あのその町会の役員の方とかと、まあ、丁寧な対応をずっと行ってきてるわけですし、それからあのどのこの都市計画でもそうですけども、まあ、なるべく皆さん方住み慣れた地域のところに移れればいいわけですから、そういうところの、あの都営アパートを斡旋するとか、まあ、いろんなこともすでにやってきてるんで、あの非常に丁寧にきめ細かくこれまでもやってきてると思いますんで、私はもうヘイトスピーチっていうのは好ましくないと思っております。多様な価値観を認めるっていうのが民主主義の基本ですから、それを否定するようなことはやめるべきであるというふうに思っておりますし、特にこの人種とか国境の壁を越えてスポーツを通じて、しっかりと世界平和を目指そうというのは IOC の精神でありますから、そこで人種差別的な言動をどうするということは、それはオリンピック精神にも反する。サッカーの試合でジャパニーズオンリーと書いて、まあ、ものすごい批判を受けましたね。で、そういうことはもう二度とやっちゃいけないんで、しかしヘイトスピーチの中身は実質的にそういうことになっている。しかしあの判決もですね、あの関西の判決も、要するに言論の自由なんていうよりも威力業務妨害的な外形で刑法にその抵触するようなところに持ってきてるんですね。だからそれは私はあのまさに憲法の基本的人権について、このヘイトスピーチの問題はもう、まあ、皆さん方のメディアもぜひ頑張っていただいてですね、国民的議論を起こすべきだと思ってます。例えばそれは言論の自由があると、それは言論の自由は大事なんですけども、ある特定の民族とかある特定の人に対して罵詈雑言を浴かしてお前死ねみたいなことを言って、それが果たして言論の自由なんだろうかというふうに思いますんで、あの私は憲法、そういうことの憲法議論こそ国会含めもっと一生懸命やるべきだと思ってるんで、まあ、我々がやれることはですね、人権習慣があります。これはもう人権に対しては根本的に人権に対する挑戦ですから、東京都の人権習慣、で日本国でも人権習慣ある、それ人権啓発キャンペーンのようなところで徹底的にこれはあのそういうことはやめるべきであるということを言いたいと思います。そしてこれはだからあの言論の自由として認められる限度がどこまであるのかということを憲法学者の皆さんももう少ししっかりやっていただくとともに、少し例えばですね、完全に脅迫罪に当たると、もうどう見てもお前を殺すぞって言って脅迫してるんだったら、脅迫という脅迫罪ということが適用できないか。で、外形で、それは罪刑法定主義であるし、あの真と事実と証拠に基づいてやらないといけないけど、きちっと監視をして警察がですよ、完全にこれは脅迫に当たるというときは、それはどんどん摘発すべきだと思いますね。だから、まあ、そういうことをやるより前に、これから2020年の東京オリンピック・パラリンピックを迎える東京都民が、そういうことを言って、歴史に名の残る世界一の、 あの祭典、2020年の大会にできるんですかと。そんなことやってて、東京は世界一の街と言えるんですかと。だから恥ずかしいと思ってもらわないといけないですね。私はもうだから断固そういう方針で人権を守ると。で、人権も守れないような東京で、で他の国の人、他の民族に対してそれだけ、汚い言葉をかけるような東京で、それはオリンピック・パラリンピックなんて胸張ってやれませんよ。ですからこういうのは東京都民が私と同じ気持ちになっていただいて、
もうそういうことは許さないんだと、そういうですね、思いを持っていただきたいと思います。で、我々もそういうキャンペーンはやっていきたいと。ただ問題はですね、9つの区がありますけど、どの区長さんが出てくるんだと、そこで引っかかってるんです。だからその調整は私どもがやるべきことではなくて、国が旗を振ってるんで、国がしっかりおやりくださいということなんで、だから8区9区でもこうなんだから、東京全域を指定しないと動かないって言って、もっと動かないじゃないかってことを最初から申し上げてたらそうなっちゃったんで、まあ、しかしそんなこと言っている場合ではありませんので、まあ、都の方もこれは政府の方に対して早急にお入りくださいと。そして、まあ、私なんか9つ区があれば全員出てきたって別に困らないんじゃないかなと思うんですけどね。だからおっしゃってることと矛盾してるじゃないですか、ね、全東京地域やれって言ってて9区でも多すぎるってのは、だからそういう点はもうちょっと反省して前に進めてもらわないと、こっちは国際金融センターとかいろんなのを先駆けてやろうとしてるんで、まあ、しかし国とそういう細かい点でいさかいやってもしょうがないんで、先に進むことはいいことなんで、これはぜひ少し急いでくださいということは申し上げようと。